タッチをいたしました。完全に志村さんが乗り移ってるかのような軽快な動きになっておりますけれども、そこの動き強調しなくてもいいですけどね、後ろから見てお前、前の女の子がですねずっと待ってきてたんですけど、ちょっとね変な顔で見てますから謝ってください。ということでやってきてくれました、改めまして我らがアイドルドラッキーのラッキーちゃんにおきましょう。遠いからの動きでございます。さあそれでは、ね、いよいよまあ練習からねスタートしていこうかなと思っておりますけれども、まだあの後ろでチャレンジされるお子様いらっしゃるんですか？大丈夫ですか？パスを持ってきてくださいということです。大丈夫大丈夫、せっかくね甲子園球場に、ね、来ていただいて、こんなにいい天気っていうのもちょっとね久々でもないですけども、雨がね多かったので今日は本当にいい気持ち、みんなで試合前から、俺のせいじゃないです、俺のせいじゃないよ、やめてください、ほんまにスタッフさんに言われてますから、子供さんがそういう目で見ますからね、ラッキーちゃんもそういう感じで見るっていうことでね。あ、そうですか、ちょっとねテンション下がってきましたけども大丈夫です大丈夫です。さあ大きな声出していきましょう。さあここからは夢スタジアム2011レッツダンススタジアムオーディションを開催します。ということでもう、この踊りのねこのレッツダンススタジアム、今までこのオーディションに参加したことあるという人手を挙げて、あ結構いますね、じゃあ逆に今日が初めてだという人手を挙げて、あ全然います、大丈夫です。まずは練習から1回やって、その後に本番をやります。覚えてないという、お子様がいらっしゃいましたら、ラッキーちゃんが完璧な踊りを見せてくれますので、ラッキーちゃんの踊りを見てやってください。ラッキーちゃんどこが難しいですかね、一番最初かな、一番最初 TOLUCKY っていうのがあるんですけども、それができたらいけるかな、みんなやってみて、じゃあみんなやってみて TOLUCKY、はい、これができたら多分大丈夫です、ついてこれます、大丈夫です。じゃあまずは練習からしていきますので、本当にお子様以上にたくさんの親御さんが集まっていただいております。カメラやビデオをねお持ちいただいているということで、手拍子できないという方ももちろんいらっしゃると思いますが、それ以外の方はできるだけ手拍子などしてお子様たちを盛り上げてください。それではまずは練習からスタートです。2人のテーマソング、レッツゴードラッキー、ミュージックスタート。